自転車の男の子、広島県三好市で聞いた話、市の外れの某田舎町で地元の高校生がイヤホンで音楽を聴きながら、すっかり暗くなった道を下校していた。途中、商店の前に設置してある自販機でジュースを買って帰るのがいつもの癖だ。この日もいつも通り自販機に立ち寄り、いつものジュースを買おうとした時、三台並んだ自販機の陰に、 補助輪のついた小さな自転車が置いてあるのが目に留まった。前から置いてあったっけ一瞬、そう思ったが特に気にせずポケットの小銭をまさぐっていると自分の真後ろに子供が立っているのに気づいた。振り返らずとも気配と焦点の真っ暗なガラスに自販機の明かりで小さな足が映り込んでいたからだ。そうか、多分この子もジュースを買いに。 近所からそこの自転車で出てきたのだろうと思い、気にせず自分の分のジュースを買い、帰ろうと振り返るとそこに子供はいなかった。多少ゾッとしたが気のせいだったと思い、そのまま急いで家に帰った。家に着くと母親から今日の夕方。 その商店の角で幼稚園の男の子が自転車で事故に遭って亡くなったと聞かされた。それからその高校生はジュースを買って帰るのと音楽をイヤホンで聴くのをやめた。その事故現場となった商店の前を通りかかると必ずイヤホンから男の子の悲鳴が聞こえるようになったからだ。